会談の日程、場所決定、近く発表というこのニュースからアメリカのトランプ大統領は4日記者団に対し近く予定される北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との首脳会談の日程と場所は決まったと述べました具体的には明らかにしませんでしたがまもなく発表するとしていますはいそこまででいいんですが、はい、これ、あのまずお気づきになった方、改めて多いと思うんですが、ええ、4日、トランプ大統領はもう決まったとおっしゃったんですよね、ええはい えー、今日まあ時差はもちろんあるんですけど、えー、日本が先に行っちゃうんですけど、えー、7日ですよね、はい、だから、いやしくも合衆国大統領が、うん、史上初めての北朝鮮の独裁者との会談について、えー、自らあ、しかも記者団にあんまり、えー、ろくな話してくれないトランプ大統領が、うん、あの話なさらないトランプ大統領が、突如、ご自分の方からですね、えー、ある意味、ご自分の方から、えーはい もうずっと問題になってる場所どこなんだというのが決まってま、えーはい、もなく発表するとおっしゃってその発表がないんですよあ<ー>、ね、まあ、あのー、あと5分ぐらいあるかもしれないけどあ<れ>動き激しいから余計そうなんですがただしこれは、えー、あの土曜日の夜バズっていう他の番組でも申し上げたんですけれども、はい、ニュースには尻尾がある、えー、夜バズではほとんど何の反応もなかったんですけれど <laughs> 虎ノ門ニュースでは繰り返しおっっしゃっているの、ね、あのお分かりいただける人も多いと思うんですが、うん、これ、尻尾があるっていうのは出尾、うん、があって面白いっていうことでもあるかもしれないけど、うん、ご自分の頭で考えてくださいね、うん、僕の話もきっかけにすぎませんという意味なんですが要するにその4日に、まあ、もう一回、いますね、時差があって中へ逆転ぐらいの大きな時差があるんですけど日本とアメリカは。はい それでも4日に大統領がおっしゃっていまだに発表ができないでいるっていうのは要するに大統領が希望している場所を大半はみんなが嫌がっているってことなんですよ、えー。でこれは僕が今回ぐるぐる回った時もあのはっきり言った人もいれば非常に慎重に遠回しにそれは本来は反問点じゃない方がいいんですよって言った人もいれば中には怒った人もいるんですよ、えーえー。結構嫌いになったんですけど、えー えこれはあの僕と長い,い人だから嫌になったんですけど「はい、俺にどうしろってんだよ!」っていうそ,、ね、そういうニュアンスです原文英語ですけど、うん、もっと正確にニュアンスを言うとね、うん、まああの関西言葉で無理に言うことでもないんだけど <laughs> はい わしにどないせん言うねんお前はええへへよ,よく届きますね、えー、そういう,いうふうに翻訳されるとよくわかりました今、えー、何せん言うてここまで来たんやこの母親くんだりまああーじゃないや今のはちょ,ちょ,ちょ,ちょっと、はい、カット遅いと思う <laughs>、うん、でも信じられでもたくさんの人に会ったんで、えー、あの実際の米語はもうちょっとこうなんて紳士的だけどまあ親しんも込めてあのしかし、えー、全体に言おうとしてるのは もう国会議員になっちゃったあなたに特にこれ言えないでしょと自分が大統領の考えについてどうこうというのは点点点でもね点点点というニュアンスもあったなと僕は思ったんですけどでこれを具体的に言うとですねあのこの記事実はあのお気づきだと思うんですけど記事を読んでいただく時間をちょっと短めにしてるんですよね。やっっぱあの視聴者の方にとっては 読み上げるるる話をずっっっとと聞いてるっていてててうのはかなり我慢いるだろうと思一平<や>ちゃん本当に僕尺じるやないんで本当に読み上げるのは上手でいやいや本当そうだよね<や>あの専門のニュース読むアナウンサーよりもこうなんていうのかな無的じゃないからよく届くんだけどそれでも読み上げるっていうのはこういうあのお金のない番組ねネット番組であの動画もほとんどなくてねそうでしょ <laughs> た,ただ僕は喋ってるだけでね <laughs> それで一平ちゃんが共同通信の記事をこう読んでるだけでね普通それあのやっぱ苦痛軽減しないといけないから <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> いやこれが我らがニューメディアの戦うあのの意地みたいなもんですから、ね、お金で勝負じゃないよと大体 <laughs> <laughs> いいこれスタッフの数もそれ,いやそれもこれだけいらっしゃるんだけど 本当のの地上波のテレビ局行ったらどんだけ人がいるか <laughs> そうですね,ね、まあ、それ結局はまあスポンサーが払ってるんだけどそのスポンサーのこういう商品にそのテレビに払ってるお金をっけて皆さんが払ってるから要はみんなが払ってるんですよ <laughs> そうですね,ねでこの番組は皆さんから踏んだくったらこれはほとんどそいですそ,れは、ね、<laughs> そ,そういう仕組みなんですよ、はい、NHK だけの問題じゃないの、はい、実際はですね ちょっと短めにしてもらってんですよ。一平ちゃんせっかく読んでくれてるんですけどね。だもんで話を元に戻しますと、この記事の中にそのトランプ大統領自身がもうその場所の候補は二カ所になったんだと。で、ええ反問点、朝鮮語で言うとパン、あパンムジョンね。だからまああの英語で普通に言っているのはあの DMZ、DMZ ってのは非武装地帯という意味ですよね。非武装地帯は地帯なんだけど地雷大量埋められて いいろろなな場所なんですけれどもね<ー>僕も何回か行ってますけれども、えー、まあ何とも言えない緊張感のあるところですよね<ー>今行けますよあのまあ推薦の場所ですこれから、うん、いや今歴史的な場所になってるし、まあ、あの北朝鮮側はさすがに観光地じゃないんだけど韓国側は完全な観光地ですで安全なところまで普通の観光客で行けますで行くとですね北朝鮮側の村が見えるんですよ、ね、でこの目がいい僕がこうず,ずっと見てても 人の行き来がないんですよ<ー>だからこれはモデル村でね、うん、北朝鮮も幸せな人が暮らしてるんだみたいなことをやってるんですけど、うん、それは本当は本当の村じゃないそういうのもねよく見えるわけですよ村もショーウィンドウみたいな感じなんですかね,ね、はい、で話を元に戻さらに元に戻していくとこの記事にもそう書いてある通り、えー、ありトランプ大統領は実際アメリカ行ってよく分かったんですけど下に半分点でやりたいってことを何度も下ろしてるわけですよ、えー で例えば、ここは推測です、本人に会えなかったから、と、うんはい、いうか、会うの,の申し込んでないから、首、うんえー、席補佐官のケリーさんっていう人が、元海兵隊の大将まで務めた人で、えー、しかも前の大統領首席補佐官をトランプさんがまた、またこれは割と前だけど、うん、クビにしちゃって、えー、その後軍人なら気分が合うからって言って呼んだのがケリーさんです、ねうんえー、海兵隊のヒーローです、海兵隊の大将までなった人ですから。うん ところがこのケリーさんは、やっぱり反問点はよくないと、いろいろこのあとニュースも出てくるんですが、大統領のおっしゃることに反論して、<ー>もう、あのー、ご本人は強く否定なさってますが、大統領はバカだとまた例によってね、テラソンさんだけじゃなくて、また行ったって話が、もうワシントンでは普通に話されていて、<ー>ワシントンではっていうのはです、ね、ワシントンのレストランじゃなくて、バーじゃなくて、はい、政権の内部で入ったら、はい、そこで語られていて。 えと僕も民間人の時代から随分ああいうところに行ってるわけですけどこう全く初めての体験で、うん、ちょっとねこっちがシドノモドロになるっていうかあ<ー>あの目を見ることは変わりないんだけど思わずね、うん、こういう感じで「<laughs> あ<ー>大丈夫?」みたいなね<ー>合衆国とて江戸も登頂してますからねまた話を元に戻してですね今日はこうやったらまた行ったり戻りを意図的に何度もやるわけですけどつまりは。はい 文在寅大統領の工作に結構乗っかっかてるわけですよノーベル平和賞はやっぱり欲しいんですよ。で単純に中間選挙を再選のためとは言い切れないつまり基本的に選挙っていうのは景気で決まるんで<ー>アメリカは外交安保が選挙に影響する国です、ね、日本はあまり影響しないけどでも基本的には去年10月の日本の総選挙が安倍総理の圧勝に終わったのは実は景気がいいからで賃金はなかなか上がらなくてもここで総理変えたら景気が悪くなるとみんなが実は あのこんなに月曜日の、ね、連休明けにですよよく来れましたね、<laughs> 僕も今日はサボろうかと思ったから、ね、<laughs> それはうですけどサボろうかと思いましたよ、皆さんがいらっしゃるから見てくれるからサボれませんけどそういう、うん、認識の高い方々とまた一般は違うということも考えなきゃいけないでしょ、はい、でちょっと話が今日はそれ次いかもしれないからもうちょっと中心に戻していくとトランプさんはそのニュースにしっぽがあるって言ったのは いいっっぱい意味があってですね、えー、下に下ろしたけど受けれてくれないから急に記者団に行ったわけですよ、はいうん、だから普段記者を嫌って嫌ってね、えー、いう人が、えーえー、利用したい時だけ利用、えー、するから正直言うとそれでまたわけ人望が落ちるわけですよ、はい、<laughs> 僕はあのうちの秘書も知らない人間とワシントンで会っててその中にメディアの人間もいるわけですよ長い知り合いのね、はい <laughs> でこういういアメリカのメディアの人間っていうのは本当は正体が CIA だったりするんで非常に要注意なんですけど要注意ってことは要するに意味があるわけですよでトランプさんってその僕は結構あの評価する方ですよねこれで僕はアメリカでちょっと信用を落としてる面もあるんですけどあるんですよ日本では意外にそうじゃないけど米英では結構これで信用を落としてるんですけどで僕は具体的に言うと確かにそういえばあのはいい転換はねって今回も言われたんですけど このメディアの扱いっていうのはアメリカの根幹を狂わせると、うん、要するにそ,のそれは例えばウォーターゲート事件でもニクソン大統領はあのメディアをごまかそうとしたわけですよね、うん、それはあの本質的なことですけどどうしても権力について回ることだけれどもしかしその公平なメディアの価値は大事にするっていうのねそれだからアメリカは戦争も仕掛けたわけじゃないですかそれをいわば口実,実でありその意外にも本音でもあってね、うん、独裁消しからんっていうこともやったわけじゃないですか、うん そんなのに都合のいい時だけメディアを使うっていうのはそれでもミスター青山はトランプさんを評価するのかっていうからそういうもの丸めた話はやめてくださいとで安倍総理に対しても絶対非いでやってて僕は自由民主党の議員だけど自由民主党の方針やあるいは偉い人たちに対しても小泉さんとかの長老に対しても全然言ってるのは知ってるじゃないですかというと確かにそうだとあの必ず僕のことをいつも調べてるからでその上で、ね、今回の件は記者団に突然間もなく発表するって言ったのは 一つはトランプさんはよっぽど困ってるわけですよ、うん、クビにしてもクビにしても、ええ、新しい人が雇ってもいいこと聞いてくれない <laughs> でもそこはさすがアメリカっちゃアメリカだと思うんですよね、うん、別にクビになればまたあの民間行ってどっかあの例えばクライスラーのトップになったりするわけですから、うん、官民がこうもう自由自在に入れ替わるから、うん、だから保身に走る必要もあんまりないんですよその、はい、いい人たちだって話をしてるんじゃなくて、うん、そういうシステムになってるわけですよ 日本で例えばクビになると、役所クビになると、天下りはそのルールでしばらくできない上に、どうちゃらこうちゃらってのがあって、ね、あのややこしい問題がいっぱい出てくるじゃないですか、えー、それは前川さんも柳瀬さんも双方が、はいはい、でも合衆国がそうじゃないから、聞いてくれないんでもう、もう決まったんだと、もう発表するんだというところを、ですね,、えー、ねまたばーンと言ってしまったわけですよ、広報、えー、担当のホワイトハウスのスタッフも実はそうよく知らないまま言われちゃったと、<ー>ところその後はまだ抵抗してるんですよ。 で具体的にま、もう一回具体的に言うとトランプさんはその選挙は景気で乗り切れても、はい、特に中間選挙は今景気いいから乗り切れてもね、はい、そのあるいは再選まで考えるとやっぱりここでノーベル平和賞をもらいたいと<ー>、ね、そしたらヨ,ヨルバズでアメリカ経験の長い女性の方がですねいやこの方は非常にまとまりそうだと思いますけどオ、はい、バマさんがもらったからいらないんじゃないですかというあったけど <laughs> そ,それはね まあ、あのそ,その人はあの評論家なのかタレントなのかならだからいいんですよ、何言っても政治家本来のこと言っちゃだめですけど頭で考えたこと言っちゃだめだけどいいんだけどそれは違うんですよ、でそれも,それもそのオバマさんを普通の人と考えるからそうなるんですオバマさんの政策は覆してるけど、うん、オバマさんがノーベルを減らしてもらったんだったら自分はいらないって言うんでもないんですよ。 白、ね、がないっていうのがトランプさんの悩みなんだから破綻したビジネスマンにすぎないっていつも言われてそ、ね、あのなんかその新聞にも堂々とあのグラフが出てきて、えー、ほとんど嘘だみたいなことまで、ねえー、<laughs> いくら盛りかけあっても安倍総理もさすがにそこまでは言われないけれども、えーね、だからすごい白付けになるからそのやっぱ欲しいっていうのがあって、えー、そうすると話の本筋はこの米朝首脳会談の目的が核兵器の廃絶でも あるいは日本にとっての拉致事件の救出につながることでもなくなっていって朝鮮戦争は1950年に始まって53年に休戦になって今も休戦なんですよ1953年ですから65年間ずっと休戦のままっていうねはっきり言うと子供に説明でき,できないような話になってるわけですよでそこにかかってるコストも実はそれはトランプさんが在韓米軍のことをおっしゃる通りり、ね、膨大なものがあるわけですよ65年間戦わないっていうのはそれは普通は 現代史でではもう戦争終わってるっててる意味でしょそ,うで、ね、それはあのバラ戦争とかね, <laughs> ねそんな時代の話や <laughs>、ねうん、あれ大庭の,の中そんな長くないけど <laughs> でそんな話じゃないんだから <laughs>、えー、もう終わってるのにこれ続ける意味があるのかとだからある意味そう難しくないんですよ形式的なことだから朝鮮戦争は終わったんですと <laughs>、えーね、で朝鮮戦争終わったけど新朝鮮戦争するかもしれませんみたいな話なんだから <laughs>、えー、でも 65年間も終わらせられなかった戦争を終わらせましたって言ったら、ノーベル平和賞の十二分なんじゃないですか、そ,すね、それははっきり言うと、オバマ大統領の、<え>当時のオバマ大統領の受賞理由っていうのは、はい、何も知らないチェコの素朴な民衆に、はいね、プラハで、核なき世界って言っただけですから、演説だけっちゃだけですもんね、演説だけなのもひどいけども、<え>あるわけないじゃないですか、核少なき世界って,、はい、って言っただけの、本当は、核は維持費は大変だから。はい ね、それが沖縄のロベル平和賞でしょ、うん、でもオバマさんさんあと8年間それ縛られたんですよ、うん、だからあの軍事行動がほとんど取れなくなったっていう現実は実はあるんですよ、うん、それで、うん、あの側近やあるいはあの僕ごとき全くあの関係ない外国人まで含めてシンガポールにしましょうと、うん、それで、えー、ウランバートルとかね、うん、あるいは僕はあの東京を主張したり、はい、実際しました、うん、いろいろあったんですけど、うん あのたくさん理由はあるんですけど、まあ、その理由はもう過ぎたことらがらいいと思うんですけどシンガポールは残ってるんですよで一つはこれはあのお気づきだと思いますけどシンガポールやマレーシアがね、はい、あのキム・ジョンナンさんが殺された場所コランプールの空港ってことを考えていただいてもシンガポールマレーシアあの辺りの、はいえー、東南アジアの情報発信地は北の手がすごく入ってるんですよ。はい そこは北朝鮮さすすがなんです本当に、ね、例えば、中東だったらドバイとかアブダービッドドーハというところに、首脳商人と強いパイプを持っているように、アジアでは圧倒的にシンガポール、マレーシアを使ってるんですよ、だから本当は裏でものすごく親密だから、北朝鮮としてもかなり安心ができるんですよ、ただ問題は電車で行けないと。<laughs> <laughs> そこはさすがにね うん、いやだから場合によってはこれ表に出てないアイデアなんですけど米軍機を出して運ぶかというねお<ー>、うん、要するにいわば仲良くしてますという見せつけるためにもねと<ー>いうあの裏アイデアもあるんですよ<ー>あのこれが簡単に実現するとは僕も思ってないですけど<ー>、まあ、だから運ぶ手段は例えばシンガポール航空機のチャーターだったら北朝鮮との深い関係から言って大丈夫じゃないかと話もあって<ー>シンガポールにしようと。はい でこれでまた攻め合いいが続いてるんですよそれで、えー、僕は今日このニュースに入る前に、あの冒頭、あえてちょっと長くお話したのは、こういう背景を知っていただきたいからで、本当はですね、本当は日本国は主権国家で、自前の憲法があり、自前の防衛力もあるんですから、この余計なお世話ですがと前提を置いたら、ですね反問ではやめてくださいと、ねえー、朝鮮戦争の当事者は、 確かに南北と、南北朝鮮と、あるいは韓国と北朝鮮、そして米中だったけれども、直接影響するのはロシアと我が国、日本ですから、私たちは発言する権利があるないじゃなくて、発言せねばなりませんそれは日本国民の幸福と国益と、そしてアジアの安定のためにわれわれ言わなきゃいけないと、これ、言うのが外交なんですよ。それでこれ、ヨナ外務省をだらしないっていうのは簡単だけれども、 いつも申し上げている通り、この憲法がこのままである限りは、日本国外務省は憲法を度外視した活動って絶対できないし、しませんから、してる国ありますよ、憲法なんかいつでも変えられるから、独裁国家、チャイナやロシアにおいても、北朝鮮においてもですね、好きなように変えられるから、ね、人治国家だから、人が染めてるんだ日本はおうち国家なんで、外務省は、要するに後ろに軍事力がないまま外交しなきゃいけないから、言うべきことが言えないんですよ。ね、そうすするとですね あの実は普通の海外市長じゃだめで、<ー>あの記者時代に、突然話飛べると止まらないんですけど、記者時代に SP に、はい、もう時効だからいいと思いますが、焼肉を食わせてですね、山のように、またむっちゃ食うわけですよ、<laughs> ね、それも、ね、高い肉をちゃんと選んで食うわけですよ、<laughs> 僕は、まあ、ハラハラどキドき、僕は本当にビール飲んでるだけってときもあったんだけど、ね、お金なくて、はい、それで散々食って、はいあの、無駄話飲みして、もちろん、ほんだけ秘密の話なんかしないですよ、わ、ね、ーわ言って。 でその時最後に領収書もらわないと、うん、いうのが決定的にないどんな長くなっても最後の領収書を共同通信社宛てにもらったら終わり、ね、でそれはあの収賄をしてるんじゃなくてあのこいつは何のためにやってるのかっていうのがね、ええええ、僕は国益のために記者やってるってずっと言ってましたが、うん、まあいわばその裏打ちなんですよこういうしょうもないことがむしろ裏打ちなんですよ積み、うんええええ、重ねがねがさっき僕の話で連絡と全部つながってはいて、うん、あの大した話してませんが全部つながってはいてアメリカはとにかく 前に来た青山と今回来てる青山とどういう変化があったかも徹底的にはっきり言うと電話も聞いた上で全部知ってるわけですお前は誰にも頼まれてないのにまたわざわざ来てそしてあのこういうことを要求してくるよねとそれでムカッとしてだから俺にどないせっちゅうんじゃんっていう、ね、<laughs> 偉い人もいるけれどもあのそう言ってくれるのはすごく大事なんですよね だからあ、僕は今日言いたいことを本当は1個だけなの分かります、ね、こ,れこ,んなこんなおっさん1人でやっててもだめなんですよ、本来そうでしょだから憲法を変えましょうということ憲法を、それも、あのー、最終的には僕たちはあのー、も,も,もうちょっと次の世代にはなると思うけど自分で憲法を一から書かないといけないですそれはもっともっと簡潔なものを。 変えないと九条を変えたら戦争になるんじゃなくて話は逆で九条を変えたらやっと外交ができるようになっておかしな戦争のリスクが減るんですよそんなこともわからんのかって話なんですだからあの毎回あの特に今回そうなんですけど日本に帰ってくるととっと疲れが出るんですよそれは強行軍の疲れじゃなくてなんやこの孤立した社会はと はい、刺激すれば対話白紙に北朝鮮が米国を牽制というね、えー、相変わらずのすごい表現を、強く強い表現を使ってますが、こちら北朝鮮外務省の報道官は昨日アメリカが北朝鮮との首脳会談を前に、厳しい姿勢を取り続けているとして、対話を白紙に戻しかねないとけん制しました。ははいそまでいいいここままででででですすす一一番上の読んでくれますか、はい、こちらですね方 圧力維持の日本非難北朝鮮メディアというこちらも続けて深入りまりましょうえ共同通信でありますと北朝鮮の朝鮮労働党の機関紙労働新聞は昨日の論評で日本が北朝鮮への圧力維持を掲げながらアメリカや韓国を通じて日朝対話を模索していると非難しました労働新聞はこの中で日本に対し悪い癖を捨てない限り1億年経っても我々の神聖な地を 踏むことはできないと主張しました。はい。小間ますごい言葉ですね。いやいや。本当に。いや。よ一のすごい。よ一ページ目のニュース原稿の読み方ってやっぱりいいよね。あの普通の職業的アナウンサーと違ってあの細かなあお気持ちも示されていてですね。怒りも言えない。いやこのね労働新聞の原稿を書いてる人って僕はやっぱ会ってみたい。 普段の飯の時もこんな口調になってしまっていたりして <laughs>、うん。あな、あなたはその悪い癖を捨てない限り、1億年経っても私のテーブルの横にはいられない。もういるじゃねえか、みたいな。うん、本当にそ,そこでやってるんじゃないかと思うんですが、えー、これはですね、あの、二つ並んで、キンコンカンコン、キンコンカンコン、はい、今週のなんちゃってニュースですね。はいはい、これどうでもいいんです。<laughs> どうでもいい。全くどうでもいい。いいこれはあの、どうも、<ー>場所選定が、 うんトランプさんの思う通りに今のところになってないみたいだけど、はい、まあでも半分点とシンガポールに絞られてきたんだったら米朝会談できるだろうと<ー>そうした値段釣り上げなきゃと<ー>、はい、特に日本はあの憲法ね<ー>、ね、またあのできれば殺したい青山ごときも口挟んで。 住民主党が救助改正案を出してきたら、ああ、漏れかけたーになってて、ああ、はい、やっぱりあの憲法改正はなかなかできませんね、ね日本なんかも全然あの大丈夫だけれども、念を押しとかなきゃってやってるだけだから、はい、まあ,あの、これをもって、えー、日本の国内の動きを僕たちはよく見るべきってニュースにすぎないです。